株式会社石田の国崎です。よろしくお願いします。私どもは今回の展示会において電子ペーパーを使用した電子棚札を展示させていただいています。従来は電子棚札の目的といいますと、売価違いを防ぐ、お客様のクレームを減らす、あるいは売価違いによるロスを減らすというものが目的でした。ただやはりどうしてもその電子棚札というのはコストがかかってしまいますので、私どもとしてもそのお客様 その投資回収の期間をよりその短くする、もっとより多くの活用するということを目的に、今回発注プラスという機能を開発して販売することになりました。この発注プラスといいますのは、一番大きな目的といいますのは欠品を減らすというのが最大の目的になっています。具体的にですね、この電子棚札というのは従来はこの価格表示だけをしているものだったんですが、ご覧いただきますと、例えば、ここに数字が A の7とかですね、ちょっと小さくて見づらいんですが、こちらは C の1とか、そういうものが表示しています。これはすなわち、例えばこの商品は A ランク、販売ランクでいくと A ランクの商品であって、7というのはこれぐらい在庫があったらいいですよというようなことを示しています。ですからパートさんは従来の発注でですね、棚のこの奥行き奥を見てこの発注をしてましたけれども、この数字を見てこれぐらい在庫があったらいいんだなということを判断して、その場で数字を発注していくということになります。C クラスの商品はもう、売れたら発注といいますか、売れた分だけ発注するというような機能です。そうすることによって、A クラスの商品、A ランクの商品は、とにかく在庫を減らすということが一つ、それから BC ランクの商品、あまり売れない商品については、売れた分だけ発注するということでですね、在庫の削減というものが見込めると思います。全体的にそうすることで、売り場のほとんどの商品、例えば数千アイテムの商品を、だいたい1日の発注量って500アイテムとかですね、それぐらいになってきますから、とにかく発注するものだけを立ち止まって発注する形になりますので、発注する方のですね、省力化、時間の短縮にも大きく役立てるものというふうに考えています。電子棚札はこちら のドットマトリックス式の電子棚札になってからはですね、私ども出して2年ぐらいになるんですけれども、およそ市場に100万枚ほど出荷をしてまして、大きく変わったポイントとしては、非常にその角度をつけてもですね、見やすいということになります。電子ペーパーのという素材を使っておりますので、どの角度から見てもですね、非常に見やすいものになっております。こちらの発注プラスにつきましては、従来のセグメントタイプの電子棚札、新たに販売させていただいてますドットマトリックス式の電子棚札、どちらも、ソフトをインストールしてお使いいただけるようになっています。どうかご検討のほどよろしくお願いいたします。